さあラジオカー、今日は鳴子温泉ですかね、はい、竹原とかね言ってましたけども、今どちらでしょう、大久保さん。はい、ラジオカー鳴子温泉の、そうですね、住所は竹原、うん、そして今私がいるのは小黒崎観光センターという場所にいます。はい、その観光センター入りまして、すぐ右手に気仙沼の食堂を始めましたという看板がありまして、うんうんうん、そうなんです。中に入ってみますと食堂があって、そして焼き魚の定食ですとか、うん、それから三陸産のわかめやすき昆布でしょ、はい、それから海苔の佃煮なんかも、棚に並べられていて売られているんですよ。なのでちょっとこちらの食堂の原田さんに、通称原やんさんにお話伺います。こんにちは、うん、こんにちは、原田です。よろしくお願いいたします。原やんさん、はい、原やんです。どうも。皆さんから原やんさんと呼ばれている原田さんなんですが、うん、気仙沼の食堂を始めましたという看板をまず見て驚いたんですが、お店はいつからオープンされたんですか。5月の1日から開けてます、うん、あ、じゃあもう1ヶ月ぐらいになるわけですが、それまでってここにお店があったわけじゃないので、どこにお店を構えてたんですか。もともとは気仙沼で、はい、魚市場前で海産物の販売をしてたんですけど、まあ、自宅も工場もすっかり流されて、で平泉の方に避難してる時に、こちらの食堂のお話を聞いたもんですから、こちらのオーナーさんの方にやってみないかって言われて、でご好意でやらさせていただいてるっていうことです。ちょっとまずは地震の時にはその気仙沼のお店にいらっしゃったんですね。そうです、はい、でその後じゃあその平泉って岩手県の平泉ですよね。そうです、うん、いつ頃その平泉に行かれたんですか。地震のあった次の日に父親を避難させようっていうことで、知り合いのいる平泉に、とりあえず携帯も何もつながらない状態で、とりあえず走りました、はあ、またなぜこの平泉の方へと思ったのは、取引先で仲のいい老人形館で夢館っていうのがありましたんで、そこのみんなとは仲良くしてたんで、そこに走ればなんとかなると思って走りました。でもその当時翌日ですから、道が大変だったんじゃないかなとか、時間かかったんじゃないかなとか、いろいろ大変じゃなかったですか。確かに気仙沼中学校の方の避難所だったんで、確かに市内抜けるまでは大変でしたけど、まあ市内抜けてからは普通通りに走れたんで、まあ確かに道路は混んでおりました。でも、まあ、最初の頃その平泉にじゃあその後しばらくいらっしゃったわけですか。私はとりあえず津波の次の日、父親を平泉に避難させて、うん、母親が介護施設の方に入院してたもんですから、はい、そちらの母親を、うん、まあ、安否がその時は分かんなかったんですけど、まあ大丈夫だっていうことで、うん、次母親を連れて、父親の元に平泉の方に連れて避難させました、うん、そして娘さんも後で合流されたということで、はい、うん、娘も、まあ、最初は気仙沼の中学校の避難所にいたんですけど、うん、私の両親のとこに、うん、一緒に避難させました、うん、すごいね、すぐ行動されて、それからまあ平泉にこうアパート構えて皆さんで避難されたということなんですが、このあとここの鳴子の小黒崎観光センターの方からここのスペース空いてるよというふうなお声がかかったのはいつ頃だったんですか。3月の後半、4月の初めくらいですかね、お話いただいたもんですから。もともとお知り合いだったんですか。いろいろよくしていただいてたんで、うん、どうでしたかその時は、声かけていただいた時は、うん、もう嬉しかったですね、うん、何もすることできないでいたもんですから、うん、でも何かしないといけないんで、うん、で目標っていうのが初めのうちはなかったもんですから、うん、やっぱり
声をかけていただいてからは目標っていうのができたんで、あの頑張れることもできました。それから1ヶ月余りでもオープンということになりましたしね。すごい早かったですよね。で本当にみんな同級生だったり友達からの協力を得て、あの看板書いてくれる人は看板書いてくれたし、じゃあ今私たちの前に気仙沼食堂を始めました、これもお友達が書いてくださったんです。そうです、友達に書いてもらいました。であと食材集めるにしてもそのいろんな同級生だったり友達が協力してくれました。やっぱりもうハラヤンさんの昔からのそのこの人柄ですかね、私今お話ししててもなんかとってもねにこやかで、なんだか私までこうにこってしちゃうんですよね、やっぱ話してお友達も多そうですね、やっぱりね、そういった皆さんからこうやっぱり声かけてもらったことも大きかったですか。そうですね、本当にみんなからその携帯電話だったりとか、あと駆けつけてくれたりとか、本当に助けられました。とにかく落ち込んでる時期だったんで、みんなのその温かい声がもう励みにはなりました。いや今はそしてこれまではその三陸のそのわかめですとか昆布などを販売するお店だったのが、食堂もプラスで始められたということなので、はい、食堂は、ね、作ってらっしゃるんですか、原田さん。簡単なものですけど、その魚を焼いたりとか、揚げ物を揚げたりとかっていう程度しかできないんですけど、いえいえ、先ほど焼き魚定食私いただいたんですが、はい、美味しかったです、うん、サバのみりんの干しの、はい、ありがとうございます。魚関係もまだ三陸の方からは取れないので、知り合いの千葉だったりとか伊豆の方だったりの知り合いから仕入れて、こうやって食堂の方で出さ、させていただいてます。そしてもちろんその本業である海産物の、今汗を拭われました原田さんが、緊張していらっしゃいます、そんなことないですよ、すごく、はい、すごく落ち着いて話されてますよ。結構緊張してるかもしれません。大丈夫です。私よりよっぽど落ち着いてますもん、はい、で原田さん、その本業の海苔ですとかわかめ、その販売もね、これからますます本格的にね、復活していきたいですよね、はい、そうですね、うん、今現在はこの仕入れ先の方とか営業再開してるんですか。大船渡だったりとか、同じ気仙沼だったりとか、その営業してると同業者の方から分けていただいたりして、販売しております。じゃあますますここでお店は続けつつ、はいはい、あとは今後の、目標といいますか、次の目標は、最終的には気仙沼に戻りたいっていうのはありますけど、自宅のあったところが水没してる状態なので、すぐは戻れないでしょうけど、いつかは戻りたいっていう気持ちはあります、この原田さんなんですが、ここ今はこの鳴子の温泉あざ竹原という小黒崎観光センターで、食堂されて、そして本業の海産物の販売ももちろん行っていらっしゃいますので、はい、ぜひ、あの原やんねと思った方、ぜひこちらまでお越しください。そうです、ね、ぜひ、はい、ぜひいらっしゃってください、はい、私おりますので、はい、分かりました。もう原田さん、優しい笑顔でお答えくださいました。これからもますます忙しくなると思いますが、頑張ってください。はい、頑張りますので、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。今日は小黒崎観光センターの気仙沼食堂、こちら原田博之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。